こっからどういうこと、アイバーアイの入場ってって思うでしょ。その当時のコスチュームで現れるみたいな。コスチューム出しました、本当この日のために。リングシューズですねこれもね。いやー、これね首がちょっとね痩せたっぽい。首周りが全体的に、でももしかしたら痩せたかもしれないですね。まあね、毎日だってトレーニングしてないもん、このプロレスラーに向けての。それぐらいやっぱり、うん、プロレスのトレーニングやっぱ毎日しないとね、あの試合はできないですからね。いかにレスラーの皆さんがすごいかっていうのが改めて分かりました。あ、髪型、その当時の髪型もこう意識してやりましたね。着ると思わなかったよ。いや、私も着ると思ってなかったよね。これね、コスチュームというものは自分でこうデザインとかね、イメージを伝えて作ってもらうんですよ。私はファイナルファンタジーの10のリュックを、102かな、リュックのイメージをやって、だから当初青い猫のヘアバンド、ターバンを巻いてたんですけども、まあね、ちょっと試合中撮れるということで、今はこのヘアスタイルね、そう、1回だけだった、使ったのね。あ、こっから試合できるのかっていうか、試合っていうかのできるのかっていうね、技ができるのかっていうのでやりました。まあ、このねエルボーは牧夏実選手にもね、スターライトの記者会見でやったこともあるので見たことはあると思うんですけども、でもやっぱパワーが弱い弱い。多分なっちゃんにやった時の方が強いんじゃないかなって思いますけどね。うん、ちょっと弱いですね。はいはい、ドロップキック見たことあるんじゃないでしょうか。これで、いや本当マットねつけてやろうと思ったんですけど、いけましたねマットなしでも。これでも最初こう前で受けるのがやっぱ、でも打点低いんだよな。うん。はい、次円錐蹴りでございますね。はいはい、結構前受け身好きだったんですよ当初。だから前受け身するこの自分がやる攻撃は割とやってた気がする。これホールですね。はい、あ、これね私が得意技としていた攻撃なんですけども、こっからね手を固めて、ここでちょっと流れ挑戦してみたんですけどね、いやもう全然ダメですね。その当時と比べたら、ただできたっていう。クリストは、クリストも体が覚えてた、どうするかみたいな、ここで固めるとかっていうのは感覚で結構覚えてて、思っていたよりパワーは落ちてましたけど、その形としてはできましたね。まあこれで試合は出れないですけどね。結構良かったんじゃない、うん、本当に、うん、褒めてくれてる、マイカが褒めてくれてる。いやでもパワーがやっぱないとね試合はできませんから。あとこれじゃ試合はできないんですよ、技を受けないと。相手の自分ばっかり攻撃してたらね全然ダメですからね。うん、受けの美学ってやっぱプロレスは言われてるんで。ここのシングルマッチ1対1でバチバチにやって、そう、その時にここでも言ってますね。そう、私負けたんですよ初めての試合で。ほら見てヘアバンド取れてるでしょ。そうなのよ、試合するとパンって取れちゃってね、なんかヘアバンドパンって投げた記憶ありますもん、邪魔で。やっぱ受けてるだけじゃ嫌だと、マイカばっかりね、私も技をかけさせてくれって尾崎さんが言うわけですよ。アルゼンチンバックブリーカーってなかなかできないんですよ、彼女だからできる技。久しぶりだ、これ受けるのね非常に怖い、腰がやられますからね。彼女はウェイトリフティングができるからこそね、こう人を持ち上げるっていうのができるんですけど、知らない方見ててくださいこれ本当に。そう、彼女は今その私がやられた時よりも強くなってますから、試合を重ねて。いやもうねこの状況、私今すごい心臓バクバクいってますから、腰やられたらどうしようみたいな。あ、やばいやばいやばい。でね、これまあ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 当時ここまでだったの、彼女こっから、あ、映らないかな、足入れてんすよ、これがちょっと足入れてっかんねんマジで。事務所 NG の顔もそらなるわ。いやー